よさこい佐世保祭りの皆さん、こんにちは。先日のよさこい佐世保祭り本戦が開催できなかった台風で残念でしたね。私もですね、会場に向かう途中に中止の知らせを受けました。非常に残念でした。そして皆さんにお会いしたら涙を流していらっしゃる方もいらっしゃいました。20周年の本当に記念すべきね、今回はよさこいでしたからね。そこで皆さん、その時に企画しましたビハーレン長崎のサッカーチームとよさこい佐世保祭りのコラボレーションを企画しましたよね。それをですね、今回11日にビハーレン長崎が J1 をかけた大勝負を香川県の蒲田マーレさぬきというチームがこの諫早の球場まで来て試合を行います。その場所でその時の無念さを晴らしていただくために、皆さんの演舞をビハーレン長崎のファンの皆様にご披露していただこうという企画をいたしました。ぜひですね、関係の皆さん、応援方々、このトランスコスモスタジアムに11日来られませんか。ビハーレン長崎はよさこい佐世保祭りを力強く応援しています。そしてこれからはよさこい佐世保祭りの皆さんもビハーレン長崎を長崎のプロのチームとして素晴らしいチームに育てていきますから、応援をしていただきたいと思います。そこではビハーレン長崎の特別賞を用意してますからね、皆さん。そしてこれはですね、間違いなく万という数の応援の皆さんが来られますんで、皆さんのよさこいの素晴らしさをこの場所でご披露ください。ぜひぜひ11日にはトランスコスモススタジアムへおいでくださいますように、私からもお願いしまして、応援のメールといたします。頑張れビハーレン長崎、頑張れよさこい佐世保祭り。